コロナの感染者少なかったら、多分一般の接種の予約始まっても、なかなか予約する人っていいと思いますよ。それでも、やっぱコロナ第5波、第6波とかっていろいろ考えると、接種しといた方がいいよねっていうふうに思う方は、まあ、コロナの感染者少なくても、その時にね、その時に感染者少なくても予約とかして、接種行くんだろうけど、でも、どうかな、若い方、どうだろうなっていうのが結構思います。20代、30代の方とかどうなのかなっていう、予約して行きに行くのかなとかって、ちょっと思ってしまうので、実家に住んでない方、その若い方が親と一緒に住んでる場合っていうのは、親がその結構年齢が、要は高齢者って言われる方とかってね、例えば、30代後半とか40代とかなってくると、要はその方々のご両親って、60代以上の方って結構いらっしゃると思うんですけど、親の、世代っていうのは、まあ、接種受ける方って結構いらっしゃると思いますけど、その後、一緒に住んどったら、やっぱり、あんたも受けられとかってなるよね。そうなってくると思うので、で、まあ、もっと言ったら、例えば18歳とかね、17歳で受けるのかな、ちょっと分かんないですけど、要は高校生とかになると、まあ、親と一緒に住んどるよね。ってなると、親からこう言われてっていう方が多分若い人多いんじゃないかなって思ってます。実家出て、ご結婚されたりとか、で暮らしている方とか、一人暮らしの方とか、独身の方でも、とかっていう方に関しては、要はそのワクチン受けたいっていう、言われる方が、こう、親とかね、こういらっしゃらないっていうことになると、なかなか、そこら辺の方々の接種率って上がらないんじゃないかなっていうふうには思ってます。